今日解散し、今月27日に投開票となる見通しの衆議院選挙に向け、準備が本格化しています。広島市内で印刷が始まったのは、県内の小選挙区の投票用紙231万8400枚です。有権者の減少に伴い、前回から5万枚余り減りました。投票用紙は12日に県内23市町の選管に発送されます。自らの思いが未来へつながるようですね、積極的に投票所に足を運んでいただければと思います。一方、候補者のポスター掲示板の設置も始まりました。広島市内では公示日までに2040箇所に設置します。衆議院選挙は15日公示、27日投開票の日程で、今日閣議決定される見通しです。